すごいなぁ。ついきゃ面白いなぁ。ねえ、面白い。<laughs> はい、ありがとうございます。あ,ありがとうございます。あーっと、あと1分半。10時にお酒のコーナーやりますんで。はい、お酒はい。誕生日の話です。ね、誕生日、はい、ああ、うん、誕生日聞いたでしょうんうん。誕生日の話。お、やった。<laughs> いろいろ、いろいろ、誕生日の話もするし。 なるさん彼女いるらしい。マジマジあれあれあれそれ、それじゃあ、29日、皮膚水は4本。と言ただそう。マジか。いや、いない、いるのかなえヒンガーさん、本当かそうなのえ、あれ、ドラマ始めてから。ええドラマ始めたんですよね。あ、そう。ナルトラさんね。そう。ドラム始めたらモテる。モテたの さん、ドラマ始めたらモてる説ありますか<当>いいなぁいやあ、ガブソカ食堂そう行きましたよ。そこの近くに住んでて <laughs> ガブソカ食堂はあの,の,あの中身汁が好き。<ー> <laughs> ガブソカ行ったことないのに、ね。<laughs> いや、キッズさん、なるほどうでしょ。わ <laughs> からないですよ。マイク開きまーす。 これは聞こえない時刻は10時を回りました FM 右の179.7メガヘルツでお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオ番ひふミズバーでございます音聞こえないモニターこれはこれ聞こえるかこ聞こえてないんですよだから外してた今,今これだと聞こえるんじゃない 聞こえる、うん、聞こえないうん、うん、えっとキャンさんはもターが聞こえないしま,まあいいか、うん、多分これじゃもしかしたらですあそうなんのねやってみていい、えー、10時代最初のコーナーはこちら <laughs> あ入った入った入ったああいいね バッカスのこぼれ話このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって七山区まで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちこの紙を読むコーナーです。<笑>何笑ってるんですか <laughs> よく喋るよね。このおじさんで <laughs>。自分でも雪乃 <laughs> <laughs> さん、はい 誕生日9月7日。はい、そうです。これなんで誕生日聞いたかわかります皮膚水ーフーミズバー聞いてないんですてこの前そう、予習しようと思って聞いたら収録だったから。そう、YouTube 検索して。まあいいんですけどね、それぐらい。あ、違うんですよ。その前ね、今日のこのバックスのこぼれ話、あの、200回目なんです。ええ。このコーナーが。200回目のお客さん素晴し このコーナーはそのお酒の話をするんですけど、えっと、雪きさんは9月7日、なんで僕誕生日聞いたかっていうと、誕生日のお花ってあるでしょ誕生日。はいはい、誕生日あの花言葉があるんです。それと同じように、誕生日のお酒があるんです。えそうなんですね。366個。で、366個の雪野さんの9月7日の誕生酒。これ全部カクテルなんですけども、えすごい。聞いたことないお酒は飲みます飲みますよ。でも、詳しくはない。うん、好きなのあ、梅酒 うん、梅酒はもうガボガボいけますよ。いっぱい一緒にあるさ。どれがいいとか。なんだろう、わかんあの、普通に町屋の梅酒飲んでますけど。僕も昨日、バレンタインに梅酒もらいました。あ、そうなんですよ。あでもあと自分でつけてるのもある。あうん。いいっすね。そうそう、それを今年は、あの、なんだっけ、ユみさんがポスターになってる、あれ。しまうた。しまおたで。しまたでつけました。おありがとうございます。 しまうとうましで。ね、し美味しいあれ。美味しかったです。ありがとうございます。そんな話はいいんですよ。はい。えー、ゆのさんの誕生日9月7日の、あのー、<laughs> 誕生酒がこちら。なんだイタリアンスティンガー。ーイタリアンスティンガー。というショートドリンクです。ショートドリンクってわかりますこんなあの、あの、あのー、ちっちゃいのでのそう、えー、っとね、グラスの 高さもショートって短いっていうのと、はい、短時間で飲まないといけない。<ー>あれあの、ショートドリンク、ロングドリンクってあるんですけど、はいはい、例えばジントニックとか、うんうん、モスコミュールとか、氷、はい、が入ってるやつって、時間かけて飲んでいいんですよ。はい、長い、長い、なんかままあ、何時間もっていうわけじゃないですけど、味はが変わ、変わ、えなんていうんですか 時間かけて飲んでも味変わらずにいただける。氷が入ってない、シェイカーで振ったりして作るやつはショートドリンク。あ、そうなんですね。短い時間で飲まないと味が変わってる。変わったり。まずその味変わるのが好きっていうのは、ショートドリンクです。レシピがブランデー40ミリ、アマレット20ミリをシェイクしてやる。でアマレットって、アンズのリキュール。ああ、美味しそう。そのままでもめちゃくちゃうまいです。あの、お酒とかと混ぜるともう、 模様が、ま、だの模様が見えるぐらいって,てああ濃厚なんかとろっとしてる感じ。馬の名前みたい。<laughs> イタリアンスティンガー。確かに <laughs> イタリアンスティンガー。このお酒言葉っていうのもあってですね。おおこのイタリアンスティンガー9月7日の雪野さんの酒言葉がこちら。はい、人を正しき方向へ導く新しいヒーロー。 人を正しき方向へ導く新しいヒーロー。ヒーローです。わー、面白い。やばい。正しき方向か分かんないけど、その人にとっての正しき方向へ導くはやってますよ。やってるでしょ。たぶだからね、これね、結構面白い。これさっき言葉、旦那さんとか子供の探して検索してみて。あ、ネットで調べれるんですか。誕生日入れて誕生シュってやったら出てますか。 ということでこの、この、このお酒に関してのお話をするんですけども、今回はこの、あの、アマレットとかっていうのはたまにやったことがあるんで、皆さんが知ってるブランデーについてちょっと説明しようと思う。ブランデーってご存知ですかご存知です。どんなお酒ですかうん、なんか、茶色い。濃い。なんていうのかな。強そう。うん。大人の感じ。えっとね、なんていうのかな。えっとね、大人の感じで終わるんですけど、よく、 聞くのがブランデーグラス。ブランデーグラス。うん、あの石原裕次郎こ。こういう。ワイングラスよりも足が短くて。うんうん、でっかいんですよ。でっかいですよね。こう、うん、こうな。ああ。 はい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 。はい片手でもよく、あの、ラジオついてる。ラジオついてる。手でこうやって、コロコロ揺らしてあれ、手の温度で温めて香りを出すんです。ストレート、寒いところのお酒なので、ホットではないんですけど、人間の体温で温めて香りを楽しみながらお酒をっていうのなんですけど、原料が。 面白くて、基本、えー、っと、ブランデーとは簡単に言うと、果実酒から作った蒸留酒、うん、これワインから作ったあの<あ>ウイスキーみたいな感じですね。ワインからウイスキーなんですね。うん、あのブランデーはね。うん、ブランデー,ンデー普通にウイスキーって言うと、 ブランデーは正確にはウイスキーではないんです、ね、ブランデーはブランデーなんです。ですまあ、ウイスキーみたいな感じ。ウイスキーはあの麦とかで作るんですけど、ブランデーは主に白ブドウのワインを蒸留して、樽で5年から8年、ね、種類によっては25年以上、ねえー、熟成させたものを言います。またあの、熟成させすぎたものは、新しいものとブレンドして若返らせたりっていうこともするそうです。えー えー、ヤンキチさん、石原雄次郎の歌、ブランデーゴラスって曲ありますね。えーえー。ヤンキチさんぴったりって、その、ったりあの、人を正しき方向に導く日、ね、新しい日。ヒーローだったなかっこいいって。ジャンヌ・ダルクみたいとかね。いい、ね、<laughs> え。うん、いいえ。そして、この、あの、もう古いお酒なので、<laughs> えー、15世紀、これえっ、ー、とね、ブランデー最初に作っあー、違うな。 15世紀頃には、15世紀には、コニャック地方やアルマニャック地方で、これフランスの地方の名前なんですけども、うん、生産が始まって、1713年、これ正確に記述が残ってるんですよ。1713年に、ルイ14世がフランスのブランデを保護する法律をっ作ったんですうん、うん、これ何かっていうと、アペラシオンドリジーヌコン,コアコントロレ。 で、略して AOD、AOC なんですけど、はい、これあの、今でもフランスの、その、ブランデーという名前を使って発売、あの、生産するときに、うん、この、うん、ここの商人がな、ね、いと。 出せないんです。そうなんです。その中でも地方ね、アルマニアック地方と、え、コニャック地方って、その独特の風味が違うので、アルマニアックかコニャックかってなるんですけども、日本ではコニャックめちゃくちゃ有名で、アルマニアックは知らない人多いんです。初めて聞きましたね。そうそうそう。やんつばさん、これググってあるな。オランド語で焼いた割っていう意味です。ブランで。ブローイブロイン。 で、日本語で AOC を言うと、うん、原産地え、原産地故障統制、制度ですね。ということで、製造過程および最終的な品質評価において特定の条件を満たしたもののみに寄与されるあ付与される品質保証で、この保証があるのとないのとでは大きな差があるらしいです。うん、逆にもないのが、うん 出回らない売れないそうですえね。そしてブランディーには、葡萄を原料としたコニャック、アルマニャック、うん、あとピスコという種類があって、うん、それ以外にワイン用の、ワイン用の葡萄の搾りかすで、絞りかすが原料でフランス産で作ったのがマール。同じ材料でイタリアで作ったのはグラッパ。うん そして同じ材料で、スペイン産のものをオルホと呼んで、<ー> AOC の基準を満たさなかったワインを蒸留して作ったフィーヌというのがあるそうです。うん、え他にもブドウ以外のリンゴ、うん、サクランボ、プラム、フランボワーズ、洋梨やとか、蜂蜜などを原料にしたものもあるそうです。これ今回僕調べて分かったんです<ー>ブラえー、ブランデー、アルマニアックとコニャックしか僕知らなくて、うんうん、最初に出たピスコとかっていうのもね。 初めて知りました。うん、まあ、詳しいことは、もし、あの、知りたい方、ちょっとググってみてください。はい、ウィキペディアに載ってます。えー、で、そのへ、えー、あるそうなので、興味の方は自分に、うん、ググってくださいということですね。そんな、優秀正しい原料のイタリアンスティンガーを片手に、うん、心と意識のエステティシャン、雪野さんに正しい道に導いてもらうような夜にしていきましょう。うん、以上、バッカスのこぼれ話でした。 ありがとうすごーい。で、ここでいつもあのジングルが入るんですけど、<え>ジングルがねうん、うん、僕のパソコン、パソコンのスマホに入ってないのでうん、うん、書きません。いかがでしたか <laughs> すごい、うん。ちゃんとしてるでしょすごい。うん、そうちゃんとしてますね。これ,これを作るの一日かかるんです。<laughs> マジで。あのー。 そう、僕はあの、木曜日仕事休みにしてるんですうん、うん。あ、そうなんですね。も<う>これのために。番組のこのあん、このレシピと、うんうん、オープニングのこの、これを作るのに。素晴らしい。いや、これだけだと二時間ぐらいできるんですけど、これしながらうん、うん、っていうか、ラジオ聞きながら。聞きながらですよね。はい、<laughs> コメントしながらみたいな。そうです。です <laughs> いや、あの、運命。運命。今回、運命 というテーマにしたのはなぜですかあなんかそうテーマ考えなきゃそろそろ考えなきゃってなって何、うん、かなーってこう言葉をちょっと探しててで何かなでなんか思い浮かんだんですよねこの沖縄に来てるのも運命、ね、運命そうだし、まあ、全部運命かなみたいな運命って決まってるもんだと思います決ま今の時点で、うん、今 のの未来運運命命ははここまままだととううなるるっていいあ思す自分の知らない未来はもう決まった未来があるとう今のままでもしこのままだったらそれが運命なんですかね分かんない分かんないだからでも変えれるとは思いますよなんか行動が変わったりとかそうなんですよね行動を変えると運命も変わるさすが君ちょう何の話あそっかさっきのね あの、お酒の話です。<laughs> この話も終わりましょう。運命の話行きましょう。<laughs> 僕の運命の話で言うと、まあ、結婚したのも運命かなと思うんですけど、うんうん、子供できたのも運命。はい、あと、離婚したのも運命かな。また新しい出会いもあるので、うん、今のところ。なんかね、56にして人生が超楽しいんですよ。 素晴らしい。そう、このラジオ始めたのも一つの大きな運命の変わり目だったし、えっと、まだ発表してないんですけど、えっと、4月からまた新しいことにもチャレンジすて、あ、そうなんですかはい。ちょっとこれまでやったことないこと。ええ、なんだろう。チャレンジする。チャレンジする。ゾーンが決まってます。これも正式に決まってるんですけど、まだ発表できないので、あの、いつかまた皆さんにお伝えしようと思うんですけど、なんかその、普通の仕事して、 ラジオ好きだった自分がラジオ番組持つようになったり、うん、その今度4月から始まることだったり、はい、あとカホンっていう趣味で楽器やって音楽やるようになっていろんなアーティストの方とつながったりとかいうのもちょっと僕の運命が一般の,生きあの一般人って言ったらおかしいんですけど、うん、その普通の生活してる人とは違うところにちょっと足踏み入れてきてるところがちょっと。 いいですね。そういう何か人生が超楽しいんですよ。流れというか、流れというか。そう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 。んで、あの、今日僕、ツイッターに一回書いて消したんですけど、えっとね、なんか昼の番組で、なんか、思うところがあって、それにコメントしたのが、自分の言葉にして書いたんですけど、俺、消したの、なんでかって言ったら、ちょっと番組の趣旨と変わったんでやめたんですよ。あの、え、何書いなんだっけな、待ってよ。待ってよ、待ってよ、待っ俺、l i n に書いたんだよな。 そうだ、思い出した。うん、自分のラインに書きました。あの、ラインでさ、はい、メモ帳を作ってるんですよ。ああ、自分用の。そうそうそう。これにね、自分のコメントとか、あ、消してる。あ、消したの書いてない。じゃあ、そ<う>思い出せない。そう。そう これに書いてるのは、自分誰も招待してない一人だけのグループライングを作ってるあ、はい、はいはい。私もそでそこで、うん、誰にも言えないこと書いては決して、たまには残して、後で見返したり、<ー>反省したり、安心したりして、気持ちのバランス取ってますっていうのを僕何かに書いたんですよ。あ、そうなんですね。でそれを今こっちに貼り付けてる。うんうん、まあそんなことはどうでもいいんですけど <laughs> <laughs>。運命。何でしたっけ運命だよね。運命ね。うん、今後の運命、そう、行動、自分の、 行動を変えるためには意識を変えないといけないいいとけ意識が変わると行動も変わるし行動が変わると運命も変わってくる変わるしポジティブになっていくっていう話ですよね、うん、あとビジョンも変わるとビジョン,ジョン持ってるビジョンビジョンも変わるんですよね。ねんか前提が例えば、うん、この世界はもう終わってるとか暗いとかもう先行きはもう暗いんだ不安だみたいに思ってたらうん、うん、やっぱりそう見えてくるんですよ そうだ,うん、だけど先行きは明るいしすごいもうどんどん幸せになるぞっていう前提を持ってる人はどんどんやっぱハッピーになっていくんですよ,そうですよね。そ,うその辺やっぱり意識その意識ですよね <laughs> うん、うん、ビジョンが変わると未来も変わるか由紀乃さんの番組聞いてるときに何かのきっかけでこの、えっと、今やってるセッションとか出会ったきっかけみたいな話してましたけど何でしたっけうんと 今やってるのはてんとお仕事というか仕事の名前っていうと難しいんですけどまあ分かりやすい言葉で言うとコーチングとかんかカウンセリングとかそういう混ざったような自己啓発とかそんな感じでやってるんですけどだからこうでセッションしたりとかワークを一緒にやったりとかしてまあそういう仕事ですね。 はい、こうなりたいんだけどなれないんだとか、うん、そういうのお聞きしてじゃあこうしていこうって言って一緒にやってったり、うん、あとはライフデザインメソッドっていうあそれそ,うそ,うそれは本当に潜在意識の方に働きかけて、うん、えとその人のやっぱビジョンとか、うんうん、を導き出したりとかあとインスピレーション力っていうねインスピレーションに、はい 従って生きてれば、うん、大体人生思い通りなはずなんですよ。はい。うん、ねインスピレーションってじゃあ何って言ったらまあ、直感みたいなってねみ,み,みんな思うと思うんですけど、うん、まあまあそういうことで、うん、あのこっちに行った方がいいよとかってなんかビビッと感じることありますよね。そですよねですよね。よね <laughs> そうそうそう。でそこに素直に反応して、うん、ああそっかじゃあこれやってみようとかってやったり。 普通は何かそこで、いや、やっぱりデモっていうのが出てくるじゃないですか。デモとか出てきましたね。そこで、その自分、その人が持ってるやっぱ潜在意識での前提とか、フィルターって呼んでるんですけど、そこがいろんなものがこれまで植え付けられてきたり、いや、こんなことしたら危ないよとかあるじゃないですか。こんなことしたらみんなに嫌われるよとか、そういういろんな設定がこう、自分の中にたくさんあるから、その直感がせっかく来ても、あの、いや、 そのねあこれやったらいいんだと思ってもいやでもお金がないでしょとかあでも今すぐはできないでしょとかそれが浮かぶじゃないですかだからそういうのがあればあるほどそのインスピレーションって歪んでいくんですよせっかく来たものが素直に受け取れないで違った解釈になるんですよねだから本当は右に行けばよかったのにいやな斜め斜め左に行ってみようみたいな <laughs> で結果が変わってきちゃう。だからうん、うん 本当はインスピレーションに従ってそのまんま実行を移せば思い通りの人生になってるはずなんだけど、ねうん、そうなってないってことはやっぱり解釈がどっかで、うん、おかしかったり、うんうん、またはインスピレーション自体を信じられてなかったりまた実践ができてねもうそれ行動するのが怖くてできないとかで実,実践できないから思い通りになってないんだよっていうのでその辺をちょっと調節していくようなうん、うん 思い当たることばっかりなんですよ。ね、さっき言ったこの4月からっていうのはインスピレーションだったんですけど、一、うん、回お断りしてる。あね、あ一度お断りした後にまたその話が来たんではい、はい 2> あ、2回目、あの、断った時に後悔したんですよ。ちょっと、あ,あれ、後悔しない方、あお断りしない方が良かったんじゃないかなって思ってしばらくしたらまた、 もう一回話したのやります。だからそこでやりますって言えたのは本当にスッと言ったんだと思うんですよ。そういやスッとも行かなかった。でも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 結構。めっちゃ考えめっちゃ今の生活でまあこれ何か言えねえからね。今の生活でこれからこれを僕はできるんだろうか果たしてその生活をやりながら今これやろうとしてもできるかどうかっていうの。は 考えたんですけど考えたらできないんですよだから考えるのやめたとりあえずやろう正解正解一回やってあっちにも迷惑かかるけど試しにやってやってからでもいいよって言ってくれたんでじゃあやりますとじゃあ一回やって一緒にこけましょうねじゃあこけないためにじゃあやるって決めたらこけないためにじゃあ今何やるかっていう今一生懸命頭振り返ってやってです楽しみ人が悩む時って右か左か 決めきれない。だけど、心の中では右か、どっちか、どっちか、どっちか決まってる決まってますよ。で、人に相談するときって、背中押してほしいんです僕が右って思っていきたいけど、雪野さんに相談したら、いや、左って言う人に相談しないんですしないですよね。右って言う人にしか人は相談しない。右って言われたいんですよ。確証が欲しいで、失敗したときに、自分だけの責任者が、あ、あの人も言ってたから仕方ないって思えるようになりたいんですよ。だけど、選んだところを、 後悔ししなないいためにはうん、うん、もうそこ突き進むかん右に行って失敗してもそれでもなお,なおま<だ>もっと、うん、続けることが成功につながっていったりすることができるので,です、ね、うそうすると今度は選ばなかった方を見なければ後悔しないし逆に後悔してもいいと思うんですけど、ね、意地でもそっちを正解にするっていうか、うん、ね でもそれをやりすぎてね。一人にぎやってね。ヒコジバラバラにとかさ。そ <laughs> <laughs> ういう人いますよ。なるほど。なるほどね。いやそういうのさっき言った何,何,メ何メソッドでしたかあライフデザインメソッド。これはどこでし、はい、やるあ、それは、なん,なんていうんですかね。そのライフデザインメソッドを作った、うん、えっと、堀内さんっていう方がいるんですけど、うん、その人のフェイスブックとかの発信がすごく 面白くて。これ、堀内さんが今、フェイスブック開いたやってます。うん。堀内康隆さんっていう人で、本も書いてる人なんですけど、まあ、たまたまその人も、なんか、パーっとみ、ね、いろんなの見てた中で、たまたま見つけた人なんですよ。うんうん、で、で、なんか気になるこの人みたいな感じで、発信を追いかけてたら、すごい、 もうそういうそい話、インスピレーションについての話とか、うん、まあそれを生かすためのいろんな女性性、男性性の話とか、うん、もうたくさん面白いのがいっぱいあって、うん、もう何これってずっと見てて、うん、で、でついいに学んでみたいな感じ。これは学ぶっていうのは直接講座みたいなのを受けたり。 リモートでででも今できるんリモートになってからでしたねっあっちに東京に通ってとかできなかったんで今でもそれができる時代なんですよね,ね今リモートだからていうんですか今じゃ講師みたいなあ講師みたいな感じでそれをやるためにはその講習じゃないですけど、はい、講師、うん、もう講習は終わったんであとはやり受けてみたいっていう人に提供する、うん ゆきのさんが、その、腰として。そうですそうです。なるほど。今、それを、なりわいとしてるというか。なりわいとね。はい。<laughs> これって、どう、なしたら、受けられるんですか?。えっと、その。な、うん、なん、なん、何、メソッド。ですかライフデザインメソッド <laughs> <laughs>。ライフデザインメソッド。ッドはい、受けたかったし、まだ、そこの辺がね、私の。 これからやんなきゃいけないことで、こう、申し込みフォームとか作らなきゃいけないんですよ。ど。だから今はなんか、たまに身近な人とか、口コミとか、うんうんうん。あれでもその話してますね。してますね。最近ちょっとサボり気味ですが。たまに通知来て、す。えっと、一度、二度ぐらい見たことある。仕事しながらちょっと集中できなかった。いや、真面目な話してる。そうそう、真面目な。うん。だから、 今はね、本当ん口コミというか、あの、知ってる人から繋がってみたいな。例えば、じゃあ、今、今日、あの、ツイキャスの方にさっきアカウントで、インスタとか、X のアカウント載せたんですけど、はい、ちょっと興味あるなとか、うんうん、どんなものかちょっと、ちょっとでも話聞きたいって方直接なり、はい、あ、そうですね、し、は、ていただければ。興味ありますって。<laughs> どんなものかちょっと教えてください。うんうん、何でもいいですよね。うん、相談っていう形で、ね、1>, うん、1時間とか喋ってうん、うん。それは無料有料最初は無料で相談させてもらって、うん ねなんか、その人がそれで本当に必要かなって分かったら、こんな感じでできますよって、こっちから。どんな方が向いてますかというか、なんかね、やっぱり、悩んでる方うん、悩んでる方もそうだし、なんか、なんか漠然と、私の人生ってこのまま終わんのかなみたいなとか、なんか、ないですかたまに。なんか今も別に、ね、別に幸せだけど、これで、このままで、 ずっっっとと行くくのかなななてんん私はそうだったんですようん、うん、今も幸せだし子供もできたし、うん、結婚もしたし子供もできて、うん、何不自由ないし、ね、生活してるけど、うんえー、これが人生なのかなみたいな感じで私もなんかできんじゃないかなみたいなとかいろいろ漠然と不安になったりとか。そこで会って,出会って、まあ、その前にもカラーセラピーとかもいろいろんか。 なんていうか、ね、自分らしさを取り戻したいみたいな感じで。なんか自分がどっかに埋まってる感じ、うん、埋まってる感じ、そう。本当の自分みたいなのが。自分自身が自分を。そう、分かんない。やりたいことも分かんなかったですね。何が好きかなとかも。きっとね、家族とか子供優先で過ごしてると、自分の気持ちが分からない。<laughs> 本当は私何したいお母さんによくあるかもしれない。お母さんにはあると思いますね。男性はね、好きなことやってる人たちおかっん趣味もね、やろうと思えばできるし。そうそう。なるほどね。まあそういった方、もし興味ある方いたら、ヒンガさん、いつマイライフとは違うのかないつマイライフ。まあまあ、いつマイライフと言えるような考え方。そうそう。自分にしっくりくる人生。 とか生活とかか作っってていいいきたななうんねしっくり感がないんじゃないですかねそういう人って。さん、正解が分かっている人生なんて小説みたいで面白くない。だからインスピレーションを信じて毎日進むなて。この方もインスピレーションだけなんだよな。さんも。だからインスピレーションに従える人っていいですよね。幸せというか。大体は何か思考が邪魔してくる。常識とか。半なんですよただ 行動してるタイプの人ではあると思うんですうん、うん、全く動かないではなくて。ね、だから、うんうん、ただ、でもじゃあ、やりたいことずっとやってきたかって言ったら、そう、どっかでブレーキかけたり,うん、うんり、さっき言ったフィルターじゃないですけど、うんうん、自分の中でできるできないをちょっと考えたりとかして、で、タイミング逃しとか。ああね、ありますね。<laughs> <laughs> さあ、っていうのを繰り返してて、やろうっていうのを今やってる感じですかね。 メールも来てるんですよ。はい。運命ということでいっぱいメール来てますよ。運命だ。ええー、運命でした。ヤンポーさん、お待たせしました。<laughs> ヤンポーさんメール読みますよ。さっきからツイキャスいないんだよな。寝てないかな。あ、いるな。ヤンポーさん。ああ、いないな。<laughs> <laughs> ヒンガーさん、ヒフミさんの生き方かっこいいですよ。うん、ありがとうございます。うん、僕もそう言われたくてやってます。<laughs> ヤンポーさん。えー、おっちゃん、ゆきのさん、こんばん、ごっくんちょごくち運命ですか 運命って考えてみたことはないな。でも、出会いは全て運命だと思います。ラジオでのつながりも運命じゃないかな。いいことは全て運命と捉える俺はポジティブ思考なのかな。でも、悪いことは悪いことです。反省して、これから先をどう良くするかを改善しなくてはならない。さすがに悪いことはポジティブになれにすさ。 なかったんすか、ね、<laughs> でも <laughs> 悪いことってなかなか経験がないけどどこかでどこで誰が傷ついてるかわからんからやたった一言で人を傷つけることもないとは言えないしそれを反省してやり直すことはできるさすが俺れさすさ最後はデイジポジティブで終わってるんです。<laughs> いいですね。ね本当本当全部運命だし、全部糧になるし。そうですよ。えー、何これ、懸命アイラブ言って来てるんですけど。待って待ってこれ、間違ってないか俺、誰かが俺にアイラブって言って誰だいや、カンボイさんです。アイラブ e えヒューミさん、キきなさんゆきのさん、こんばんは。今日のテーマ、ベートーベンは何だろう ですやっぱり難病指定の病気で生まれてきて見えなくなったことかなあんまり歓迎できない運命だけど笑ってきてます。多分ね、うん、だからこれ僕このメールあのテーマにして、うん、あのテーマ配信僕 SNS でやってるんですけど。はい カブさんも、あの、目が見えないて、はい、SNS 気づけないんですよ。はいはい、なので、僕、毎週水曜日に、カブさんと牛乳、お家に牛乳入った<あ>時に、明日の皮膚水をゲスト誰だって、テーマこれだよっていうの毎回言うんですけど、<ー>昨日これ言った時に、うん、運命って言葉を彼に、あの、言った時に、はいはい、あちょっと、なんていうんですか、素直に聞けるのかなってちょっと思った、うんですよ。何年かというと彼40過ぎて目が見えなくなってるんで、はい まあまあ、難病して、ちっちゃい時から病院に通いながら、今、目が見えない生活をしてて、じゃそれを運命って言われた時に、僕だったら大嫌きれなと思うんですよ。うん、ねなんか、その一言で片付けられる。例えばあの、病気で体が動かないっていうのもそうだけど、目が見えないっていうのはちょっとまた特殊だと思ってて、あの体動くんですけどああ、なんていうのかな、想像すると、 見えない怖いとんですよね確かに例えば手が動かなくなる、うん、でも片方も,もう片方あるとか人にお願いするのもあの見て分かりやすい,はい、はい、だけど目が見えないって人が見てパッと見ねい、うん、白状のこと知ってる方は知ってるけど、うん、知らない人は分からなかったりとかうん、うん、でその辺で「運命」って言葉ではちょっと俺だったら納得いかんなとは思うんですけどうん、うん、それでもめっちゃ前向きなんですよ。 うん、三振始めるし、ね、メールの投稿もずっとやってるし、多分そ彼はそっから、ね、目が見えなくなってからラジオ聴くようになってるので、うんうん、できないこといっぱいあるはずなんですよ。だけど、できることを一つ一つ広げていってるのは、生きる力じゃないかなと思ってて、とってもなんかね、かっこいいなと思うんですよ。ね そうですよね、うん、だからポジティブネガティブなこと一に出さないタイプなのかもしれないですけどうん、うん、彼からはねとってもねパワーをもらえる、うん、パワーがそれさ、ね、多分ラジオ聞いてる、うん、この同じリスナーさんっていうのを気づいてると思うんですよえー、っとヤンさんあ,あんツさん えー、最初から見えてないのより、突然見えなくなった方が怖いですよね。うん、確かにな。うん、そうそうそう、僕もそうも高本さん、それに、あの、あら、あそれに、あらがう生き方よりも、えー、体を、体を交わす、みたいな生き方の方が楽になると考えています。それがなかなかできないよね。うんうん、これちょっとあ、あの、さっき、あの、かぼさんの話ではなくて、うんうん、受け入れるっていう、体をかぶすか、ごめんか。 体をかわすじゃない。体をかわすね。体をかわすか。うん、そうね。行動あるのみって感じですかね。だから、カブオイさん僕は、あのー、めっちゃ応援してる時です。先週の放送、あ、うん、先週放送。聞きましたよ。うん、突然来たんですよ。あ、そうなんですか一人,人で俺2時間持つかなって言ったら、<laughs> 行っていいって来たから、来、えー、るなら来いって言ったら本当に来たから。 ありがたいなと思って。お母さんが連れてきてくれてるんですよ。お母さんも昔近くに住んでたらしくて。あ、そうこの辺なんか懐かしく見て。あ、この辺にええ。だったので、あなんか二人にとっていいタイミングだったかなと思って、ちょっと嬉しかったです。カブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。敬してるってざいさん、本当ですよ。シプリムさん、このように生を受けた時点で死は避けられない運命ですが、出会った瞬間から、 離別という別れという運命,運命が定められていると思うのですがどうでしょうああ<ー>確かに、うんうん、生まれた瞬間に死が決まっているのと同じように出会った瞬間から、うん、そ,うそうねそうですねいつかわは分かります、ね、一人で出てきて一人で亡くなる、うん、何も持っていけないいけない。けなそう。絶対死ぬしね僕たちは死に向かって生きてるんです、うん、100% 死ぬことって考えたことあります、ね、自分の死にうん、ありますよ。自分で死ぬことっていう自分で死ぬ、あ自分で死ぬ。あなんか私は、えっ、ー、と、一回打つ経験してるんで、うん、その頃とかは、うん。なんか別に自殺した、なんていうの、ミスとかはしてないですけど、うんうん、もうなんか、もうき死にたいっていうより、消えたいみたいな感じでした。<ー>う,んうん。いなくなりたい。そう。もう死ぬとかって っていう気力もない。なんかもうただ消えたいみたいな。そう。<laughs> そうなったことあります。自分もあって、中学生の頃かな。うん、でも死ねなかったんですよ。でも死ぬ勇気なかったんですよ。うん、うん、そうですね。私死ぬ勇気ないなと思ったら生きていけたかな。うんうん、今になって思えばです、ね。うん、確かに死ぬ思い考える勇気がなかったんですけどね。みんなやっぱりいろんなことを経験してるんですね。ね<ー>えっとカボイさん、おばあちゃんの家がその下にある。 っていうことですよお<う>お高保さん、自殺は,あは,はあ、自死は怖くてできないですね、えー。外的要因に導かれてなら受け入れられるよ。うん、<ー>そうか。うん、スプリムさん、相方が先になくなるなら自分が先に死にたいな。うんこれはね、そうか <laughs> 見送るのがきついってみんな言ったりしますけど、ね<ー>、その辺でも男性、女性違うと思う。 ね、どっちかなでどっちをどっちって考えないでしょうんあんまり考えない、ね、私あんまり考えないし旦那さんのそのことについてるとか考えたりしますうん,うん漠然とですよね、うん、そんなになんか、うん、リアルに考えたことはないですねそのうちでしょうね,ね年齢超えてあの子供が社会人になって、うん、親元離れて 夫婦二人の生活がまた、二度目の生活が始まった。始まりますよね。そう。頑張って、あと30年を生きたいと、ヤンキチさん、うんえー。男が先に行くと、女は普通に長く生きるけど、うんうん、逆だと早く行ってっていう話があるよね、男の人。ね、らしいな。男だめって言ったら。<laughs> まあまあまあ。まあまあ、ちょっとネガティブな話になったんですけど、でも、そういうことも考えてるっていう認識、また大事だと思う。 無意識にで、ねうんうん、あの考えて誰にも言わないとかよりも、うんうん、こうやって人前で喋ることで、消化できるものもあったりするので。今夜も元気に、こんばんはこんばんはみんなの大きな T シャツパパヤです。うん、これはこうなる運命だったとか、悪い意味で運命は信じてなくて、うん、自分で切り開いた先がたまたまこうなってるって思っています。<laughs> 自分はいつも運がいいなって感じてますよ。 したそんな中でちょっと運命を感じたことがあります。旦那とは交際期間ゼロ日で結婚したため。すご,すごい、すごい。この人たまにいますよね。親への挨拶と結婚式を入籍した3ヶ月後にまとめて沖縄でやったんですよね。<laughs> <laughs> さすがだな。二 <laughs> 人で旅行するのもそれが初めて。えー、家族との顔合わせを兼ねて、ホテルのビュッフェでランチをしたんですが、それぞれ料理を取りに行ってテーブルに戻ったら、私と旦那の持ってきたフードがほぼ同じだったんです。あ、うん、あ、結婚するのはこの人でよかったんだって思いました。ということですよ。まあ、もう運命ですねす。ゼロ日で結婚って、ね、ビビビどんな感じなんだろう。ちの姉も 出会ったその日にこの人と結婚するって決めて、うん、お互いそう思ってたらしく、3日目でその話で、一月足らずで入籍してます。<ー>なんでと思ったけど、そんなもんなのかなって昔そう思いましたけどね。 カープボイさん、パパヤさんのお母さんもなかなかの人だけど、パパヤさんの本人も結構あれですよね。あれってな <laughs> って何なのか。あやなりさん、薄めり込み参加。お久しぶりです。あやなりさん。はい、あやなりさん。久しぶりでいらっしゃい。えー、タカボさん、寿命を最大限に楽しく生きましょうね。うんうん、そうですね。うんうん、えー、シプリムさん、運命の捉え方はいろいろありますが、運命があるとしたら受け入れますかそれとも、意地でも変えますか 質問どうでしょうね。うううこれは運命だよって僕。僕は受け入れると思う。うん、ああ、でも内容によるな容んだろうな、ね。内容による、本当に。死に関しての運命だったら受け入れるしかないかな。と思うな。でも死以外の、例えば貧乏なるよとか、あと訴えられるよって運命とか、なんかね、人に悪いことされるとかっていうのが運命で決まってるって知ったら、 なんか変えれる、自分の力で変えれるんだったら。とます頑張るな。ヤンキーさん、俺の友達、95歳だ元気。95で元気は元気だね。あ新曲のメイちゃん来てますよ。なんか、時間間隔が収録になっちゃうと、3週間ぶりの生放送。なそうなんですよ。リアルタイムでツイキャスが流れている。これが生放送ですよね。 いやそうです、ね。その、その通りですけど。<laughs> 何か。<laughs> そ,うそうそうそう。実際そうなんだよな。<laughs> そしてゲストがいつもお世話になっているゆきのさん。こんばんは。こんばんは。ゆきのさんもちょい久しぶりの放送なのに、ビーストからの笑わせ。楽しみに見ていきたいと思います。そして運命。私のラジオとの出会いの運命は、点点点学生の頃に聞いていたラジダブからでした。これはあの、うん、FM 沖縄の番組です。 ひふみにさんも知っている、大城メルディーさんとまーちゃんコンビのとき、初めてメッセージを送ったのが、ラジオの出会いの運命、出会いの運命が巡りました。えー、当時はラジダブが校内出張放送企画に来ていただきました。ああ、学生の番組、学生相手にしてるところも企画もあったので。あの時の思い出が蘇ります。あの時のコンビは伝説ですね。ではでは最後まで放送頑張ってください。お、今日短いな。 そうなんです。おぉ、短いな。質問がないな。い質問ね。番組でもメールがるんですね。はい。もらってます。豆ですよ。いつもそう、なんか URL とか貼ってくれるし、こう、こっちが言ったやつを。いいんだよ。いつもありがとうございます。本当。もしかして、懐かしい。懐かしい。懐かしい。ーちゃんとメロディーコンビ。で、沖縄大すさん。 えー、僕の母校にもマーちゃんさんたちが来たことあって、後にラジダムで放送されてました。あ、収録したの放送したって感じか。ちゃんと聞いてないんだよな、僕。<え>ラジダム <laughs> <laughs> <laughs>。その前の番組によくハマってて。はい あの、ギャラリーもしょっちゅう行って、番組終わると同時に、あの、まー、あ、ちゃんが入ってくると、あ,あっちの、横のブースでスタジオ始まると、うん、そこ見ないで帰る、みたいな感じ <laughs> なんか、なんかハマらなかったですもん、<laughs> すみません。えー、ラジオは RBC のふれあいパレットにファックスしたのがリスナーとしての運命かな、っていうのは、んあの、アンさん。えー、朝の番組ってリポーズからあ、前のも、そうそうそう、うリポーズアフターワーズっていう番組で、 跳ねてました、僕は。えあ、これ読んだ。あ、これ、めいちゃん思った。さあ、長谷淳さんですよ。もうすぐ3月11日が来ますが、それが自分の運命の日ですね。あの、長谷淳さん。日、あの、東日本大震災。で、長谷淳さんは、福島で被災した。ああ、そうなんだ。ひどい、もう、強いところだったし、その後、その放射能とか。ああ、そちらへ。東電の問題とかで。で、 今年の1月1日の、えー、平あ令和6年、能登半島地震でも何万人の人たちが運命を激変させたと思っています。ヤシがよ運命が変転してしまうのはいた方ない。うん、願うなら沖縄に4月まで醸造されるのどうかって思っています。と、うん、いうのはこの、能登半島。あのー、僕、フェイスブックで、うん、<coughs> えっと、内イから移住する人たちの,、はい、あのグループがあって、<ー>そこにな,なぜかなんか、あの、入ってるんです、ね、おすすめできたので入ってるんですけどうん、うんあ、沖縄移住計画っていうフェイスブックのグループがあって、うんうん、僕誰でも入れるんですよ。うんうん、あ、そうなんですね。で、今回、この石川から沖縄来ますっていう方もいたりとか、うん、えっと、なんで、移住したいけど、 えー、これどうなってますとか、どこどこ、どこに住んだらいいですかとか、っていうのを、<報>皆さん質問とか、あの実際にこっちに移り住んだ人、移住組と、こっちで受け入れる側と、内地から移住を希望している人たちのやり取りうん、うん、リアルに行っているところで、<ー>ここね、もし内地で沖縄移住とかをいずれ考えている方がいたらえっと、沖縄移住計画っていう名前で、えー、Facebook で検索してください。 えー、比嘉さんという方が、あの、ホストでやってますので、こっち今、メンバー2万7000人めっちゃ活発に動いてる。ぜひ、あの、そこでまた、見てみよう。いろんな情報。また、そこでね、あの、人とのつながりも出てくたり、出てきたりするはずですし。参加した。<laughs> 参加した <laughs> 今してみました。<laughs> 結構面白いですよ。いろんな質問来るんで、うんうん、あん。答えたいてたくなるな、うんであるんですえー、これは、 さん、美雲ゆ雪乃さん、こんばんごくんちょ今日のテーマ、うん、運命。難しいです。うん、難しいテーマですね。そこで質問です。<laughs> 運命とはあ、これ、ヒンガーさん。運命って何ですか、ねね、運命とね。私も何も分かってなくてね。<laughs> 投げてますね。運命ね、運命。うん、運,命運命ってね、決まってるのかな分かんないあの。宗教家も出てくるんですよ。 さっきの死を受け入れるか受け入れないかっていう話そうですね僕は死は受け入れるって言ったのは輪廻転生があると思って死んだらまた次の命として僕は生き返ると思ってるので受け入れきるんですよだけどそこで終わりじゃないと思ってでもそういう輪転生を信じない 宗教とか、まあ宗、宗教だからじゃないけど、あのなんていうの考え方として。それは、そうじゃないと思ってる方は多分受け入れられないのかなとか、死で終わると思ってる人。うん、無になるとかではなくて終わると思ってる人なかなかそんな感じになったりするのかなって思ったりするなうん、うん。ですね。死生観で変わりそうですよね。変わりますね。うん、えーっと、高部さん、運命とはその人に与えられた時間かな。うん ああまあそういう考え方も。なるほど。確かにな。カークさん、そういえば、運命の、運命共同体って言葉もあるけど、あれはどういう意味なのかな<ー>共同体、運命は個人個人じゃないって思ってしまった、今ちょっと、今ちょっとそういうふうに、運命共同体も。運命共同体って何かそ、その、人生にな、人生とかっていうのじゃなくて、今その場の、やることに対して、 そのその時間を共有するときに一緒に行動しようというときの言葉じゃないかなうん、うん、って感じがしますね。ですんかそのなんだろう、プロジェクトとかだったりを一緒にやり遂げて、結果も共にするみたいな、うんね、そうね。共有できる。うんうんうん。それそんなイメージがあるそう,いうそういう感じだとさっき、うん、あの高堀さんが言った時間ていうのは。うん、ああ、これも時間だなと思ったな。なジュニオさん運命ね、えー 偶然ののででしかかないのではああ確かになだからもう、うん、そういうふうにも取れるんですよでもさ僕思ってる今思ったのがいろんな見方をあそうだなって理解する気持ちってまた大事だなって思って<ー>いやこれ違うとかっていうんですけど、ね、全部みんなが言ってるのが、うん、そうだなもそ,れもそうだなって認めることもまた大事だなと思う。ね いろんな見方が、えー、日賀さん僕はラジオ沖縄のロックの日が聞くだけリスナーからの転換期かなと思う<ー>番組に出た方ですからね。綾成さん今日のテーマは運命うん、うん、この前すごい話を聞いた戦争中内地から派遣された兵隊さんって、うんえー、北海道の人が多くてうん、うん、その人たちの,あの遺骨を、えー 発掘するボランティアさんに会って私は出身が北海道だから何か運命を感じた北海道からの移住の人が多いのも何かつながりがあるんかなって話してたんですよ。あのこれね僕も えの北海道と沖縄の共通点いっぱいあるんじゃないですかあす、ね、あの、の、これ、これ、確かじゃないですよ。僕、昔この店やってる時にお客さんが聞いたうんですよ。はい、昔、えー、日本が大陸にくっついてる時に、この日本の元になったところに、原住民という方がいた、はいうん。そこに大陸系の人たちが真ん中から入ってきて、はい、この人たちが、 あとから住,み住,み住んで、うん、原住民は北と南に分かれてそこから地動説じゃないけどあ、ね、あの陸地が離れて本州に太陽系の人たちが残って北海道と沖縄にもともとの原住民が住んでうん、うん、残ったっていう説があるっていうのを聞いたんですよな。なんかこう中心があってこう、うん、半径、うん、同じ半径上にあるみたいな。 ここを円にしたら沖縄と北海道同心円状っていうんですかだから言葉も違うし骨格も似てるしっていうことを僕は聞いたことそうアイヌと共通点があると聞きましたね実は私の母は北海道出身です北海道かよ。ああまたそこはいろいろあって神奈川に。 ああ。母の実家はあったんです。なんであの、のうん、近くだったんですよ、それも運命ですよね。それも運命ですね。それもね、なんかね、うん。ご縁というかね。ういや、運命ですよ。運命ですね。もう拠点は運命な、全部運命ですよ。拠 <laughs> 運命で。<laughs> 相手と沖縄同じ方言ありますね。ね、うん。そう、似て、同じ方言。顔も、顔も似てますよね。そう。あ、琉球県と北海道って指が六本あるんです。マジか。 マジどこにあの、アンツムさん一番最新しいの。<ー>沖縄と北海道同じ言葉ある。<え>同じ言葉ある。え指六本琉球県と北海道県北海道県というのが、北海道剣を初めて聞くな。生きに小石を投げた時の縁のようにそう,そう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 。ね、高岡さん、言語学者の柳田邦夫さんが沖縄と北海道の言語体系は似てるとおっしゃったそうです。同じところ。 こと言ってる方いるんだな。えー、順序さん、神や仏やなんちゃらに人生に関わってほしくないのでね。<ー> <laughs> 現実主義というか、うんうん、でもあるんです。高級局第5番っていうのは運命ね。あやなりさん、私を恋するたんびに運命だと思ってる。あいいいね。やすけべや。女 <laughs> 性 <laughs> ですけ、ね、メールいきましょう。はい。えー、こんばんは、今夜の放送は生放送ですかっていうことで。はい、そうですよ。すなんかこぱいさん。 えー、そんな南国パイナップルさんが、えー、の、やりなす方法、やっぱり、自、〇〇って書いてますけど、これはさっきの自殺の話かな。違います。<laughs> これは間違いな間違いなく違います。違います。えー、そう、あの、自害すると地獄に行くと言われてる。うん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 。ということもあるので、違います。ゲストさんに質問です。うん、恋はあ、私は恋愛経験なし。 諦めかけている、インスピレーションに従うと、これね、ちょっと質問の主義が分からないですけど、うんえー、南国パイナップルさんは恋愛経験がないので諦めかけていますと、うんうん、インスピレーションに従った方がいいですかっていうことだと思うんですけど、うん、今の流れだと従うしかないです。<laughs> そうですね。<laughs> 従えって話、思い,って思い切って従ったらいいんですよ。うん、運命というか、うん、100年前のアメリカ人。 ジェームス・アレン氏は、原因と結果の法則という本がありますが、要は今の、良、えー、かれ悪かれの結果も原因結果ですか、うんうん、これはね、あのー、今、 えー、今の現状が結果というのは時間の区切りで、過去があるから今があるみたいな感じで、じゃあ未来は今,、うん、今から作れるんですよ。だから、それで言うと、運命をさっき言ったみたいに変えられるかどうかって話になる,な,なるので、未来を変えたいんだったら自分の行動とかを変えれば未来は変わる。うんうん、でじゃあ それが変わったかどうかっていうのは自分の過去見たときにあの時こうしたから自分うん、うん、今の自分があると思えば変わってるしあの時こうしなかったから今こうなんだと思えばそれも運命だったしだと思いますね。私も思いますね。うん。うですかまたまたメール。今リスナーさんからある、えー、あるリスナーさんからあるリスナーを尊敬してるとありましたけども私はやたら弱音、ね、えぇ、ー、トロ。 人として、おとして、まずいのか。うん、いや、弱に吐くのはまずいとは思うです。まず、うんうん、くない。吐いたらいいと思いますよ、うん。弱に吐くのはいいですけど、あの、ストレートに言いますよ。南国パイナップルさんのメールって、めっちゃネガティブだけなんですよ。たま、えー、たまにでもポジティブあるんですけど、ポジティブ少ないわけ。うん、で、質問多いけど、うん、その質問に僕たちが答えた時のアンサーがないわけ。うん、だから、一方通行なんですよ。今のところ。はい、だから僕はもっとあの、ちょっと、その、 なんていうの僕たち例えばひふみずば聞いて、はい、僕が答えた言葉に対して「あの時ひふみさんこう言ったけど」返事する時は、うん、えっとネガティブな質問の時だけ多くて、うん、あのポジティブな時のなんていうのそれが良かったっていう話が返ってこないから、うんうん、ああと思ったりする<ー>だからポジティブなアンサーも欲しいっすよ,、うん、<laughs> <laughs> よろしくお願いしますそうかそうかそうえそ、ー まあまあまあ、メールもあと二つ。えー、ヒーフ、メンひ沖縄大好きさんです。ひふみさん、ゆきのさん、こんばん、ごくんちょ。しばらくぶりの生放送ですね。こんばん、ごくんちょ。んかくんちょ。えー、疲れてきてます。<laughs> <laughs> 大丈夫、大丈夫、えー。僕が感じた運命はいっぱいありますが、まずはやっぱり舞台。舞台の話、どうするもんね。ん えー、僕は現代版組踊りをやっていました。というお話をラジオでも何度かお話ししていますね。うんうん、これまでのことを振り返ると、僕は子供の頃はとにかく勉強が大の苦手でしたが、うん、社会の歴史の中では沖縄の歴史がなぜか好きで、偉人たちの話が好きでした。 えー、その中には、アマウリやゴサマルなど、琉球王国時代に名を馳せた偉人たちの漫画本を図書室でよく読むほど、うん、それだけではなく、創作エイサーや沖縄音楽も好きで夢中になっていました。そして、小学6年生の頃には、現代版組踊りの卒業生が、学芸会で演技指導やダンスを教えてくれました。その時やった楽曲が、現代版組踊り、えー、大公開レキオスの、えー、楽曲、レキオの夢という曲でした。それがきっかけ、 なのか中学の頃には、イクマケラさんと平田大一さん、平田イ一さんを知り、えー、ダイナミック琉球に出会い、そして高校に上がる頃には、僕も現代バーコミュのメンバーとして活動していました。ある意味あ、これはある意味、運命だったのかも。そうです。うん、運命です。運命ですね。導かれたあの。今後もまだまだ若いし、やりたいこといっぱいのはずだから、あの運命に従ってやるべきだと思いますよ。うんうん、ね、思うようにね。うん ああ嬉しい。えー、南国パイナップルさんが来て,あなて確かに行って。周りからイタン扱いって来てるんですけど、まあ、みんないい感じです。<laughs> ここにいる人あみんな。あなただけなです。僕もそうです。私もですね。の <laughs> あの、人と一緒はいないんですよ、うん、みんな。うん、僕全く同じ人間いないし。 南国パイナップルさんと全く同じ人間ですし、雪野さんと同じ人いないから。だからその人たちがここで出会った同じ時間をしてるっていうのは運命なんですよ運命ですよ、本当に。この放送聞いてる今日来たのも運命らしい。そうなんですよ。じゃあこの運命がいい運命だったかどうかっていうのは今後の行動によるんです。今日ここで雪のさんのインスタとかフォローして誰かが、南国パイナップルさんがね、そこで アクセスして話が一つできるのがあるとしたらもうそれも,それもこの運命が良かった方向に転がる最初の一歩になるかもなり得るのでインスピレーションメール送るのもインスピレーション,ン,ションだし、うん、なんかね,ねそういうの行動を起こすことができるっていうのは力だと思うので頑張ってくださいあ待って番組やけどやばい最後のメール、ま、はいチャリ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 ン牛ニのひふうみおじさんマスター僕 <laughs> ギマですよ。そして、はい、はい、カウンターに美人のお姉さんが去ってるね。はじめまして、ゆきのさん、僕、ギマですよ。こんばんは。もう、僕はツイキャス越しから、チャー、手振ってるよ。はい、ゆきのさん、ツイキャス越しに向けて笑顔で手、<laughs> ちゃー、手振ってるよ。<laughs> 大事よ。僕も手振ってるよ。<laughs> はい、マスター、ひふ <laughs> みおじさん、マスターもツイキャス越しに手振ってよ。<laughs> はい、笑顔で手振ってるって楽しいね。元気ワーもう出てくるね。順に順によ。 終わり。ということで、昼の水はそろそろ閉店の時間ですけど。早っ。えっと、どうでしたえ、おもかったですよ。あっという間に。あっという間になんかめっちゃ自然に喋ってました。最後にギマさんで。ギマさん、面白い。ギマタイムはいつもあるんですね。いや、最近あ、そうなんですこの人、有名リスナーなんですよ。いろんな番組で、この文法を送って、急になんか、日立してもらくなる。 えっと、ギマさんで締めるね、ヤキジマスター、ゆきなさんを正しかったです。ありがとうございます。ギマさんこれも運命。これも運命。すエンディングの曲がかけられないで、そのまま。あと3曲しゃって、番組の告知してください。番組、あ、第2、第4、金曜日の6時から、めくみハッピーっていう番組をやってます。なんか心が軽くなるような。 ま、あそんな内容、インスピレーションの話なんかもしてます。えっと、番組中に質問してもいろいろ。あ、そう、そうですね。そうですね。はい、ぜひ。そういうの大好物です。今度の金曜日今度の金曜日ですね。はい、ぜひ。聞いてください。23? はい、ということで。バイバイ。バイバイ。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、終わった。はい、終わった。 さんどうもありがとうございました。あのー、今日、この後できたらちゃんと URL 載せるんで、うん、ゆきのさんの、あのーはい、アカウントシェアしますので、できなきゃければい,いけないと思います。<laughs> よりしくお願いいます。お疲れ様でした。